はい、ハリー流地球の回り方のハリーです。ハリーは世界中の面白いところいっぱい回ってます。ハリーと一緒に世界を迷ってみませんか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はタイの朝の市場をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。場所はですね、アヌサワリ戦勝記念塔から歩いて10分ぐらいのソイタラットシーワンニット通りの市場となります。ハリーはよく来るんですけど、ここの朝市はいつでも空いていて活気があります。まず果物ね、果物は測って買うんですが、みかんやストロベリー、そして野菜などが販売されてます。ハリーはよくこちらの元気を案外グリーンカレーをよく買います。こちら美味しいです。35バーツ朝の宅発グッズです。朝このようにして宅発をします。こちらの麺類は美味しいです。25バーツマンゴー1個50バーツ、リンゴは4つで50バーツ。アニマージャク1分だか。日本産のリンゴ3つで100バーツ。マッサマンガイ、グリーンカレーっていうかな、かなり大きな鶏肉があって美味しそう。50バーツ。魚1キロ600バーツ。この大きな魚1キロ80バーツ。エビは1キロ300バーツ。スイートポーク、ムーワーンってタイ語で言います。右側から70バーツ、70バーツ、100バーツ。やっぱり100バーツの方が美味しい。味に深みがある。大豆って言って揚げた、鶏肉をよく食べます。あ、イーシパーじゃない？さ、25バーツ、激安。いろいろなご惣菜のお店、一袋35バーツから40バーツぐらい。ここは安い。で、例えばここに、鶏肉のカレー、美味しい。タイ風のソーセージも売っています。皆さん1個12バーツ。ハリーお気に入りはこちらの黒いもち米、これ美味しいんだよな。黒いもち米とこちらのお肉を2種類入れて35バーツ。綺麗に包んでくれます。ご飯を買います。ご飯は3種類あって、普通のご飯アニハーバーじゃない？4バーツ。本丸って言って日本のご飯に近いのが6バーツ。そして黒いご飯も6バーツです。で、ちょっといいご飯が10バーツ。パッカパーをラープなどを売っています。ちょっと辛めのご惣菜を売っています。一番右側は現地って言って、こちらは辛くない豆腐の入っているスープです。1つ35バーツです。あとよく買うのはこちらのパタンコート、3つで5バーツ、こちらは朝と夜食べる習慣があって、日本で言うとですね、揚げパンに近いかな。こちらもご飯屋さんがあって、こちらちょっとね、お得になっています。2袋入っていて、先ほどのご飯が3つ入っていて10バーツ、本丸って言ってちょっといいお米が2つで10バーツ、それで、あと残りの黒いお米が3つで10バーツです。ジュースとかお菓子を売っているお店です。まとめて買うとかなりお得です。魚を売っています。面白い、こうやってね、虫を避けています。棚物屋さん、
ほうきも販売してました。大きいのが80バーツ、小さいのが50バーツ。タイではどこでも宝くじも販売しています。ソーセージもこのように袋入りで販売しています。お供え用の花、カニのセット、大きいのは280バーツ、小さいのは185バーツ。おいしい、おいしいです。もちろん野菜も販売しています。重さで買うことができます。市場の中は結構静かです。でよくお世話になったのは、ソーセージとか、肉団子のお店、ここは先ほどの店よりもいっぱい入っていてお得。野菜が豊富ですね。ここも量り売りで販売しています。もやしとか麺を販売しているところです。いろいろな麺の種類がありますが、こちらは焼きそばの麺、それからうどんみたいな、クイッチハオ、それからセンレック、それからセンヤイもあります。お豆腐と卵も販売していて、タイでは卵豆腐も結構主流で人気があります。ビスケットも販売していました。あの缶入りのビスケットは長持ちして結構買い得。お米もいろいろな種類があります。1キロ50バーツ、40バーツ、60バーツとあります。タイ風ラーメン、40バーツから50バーツ。お花屋さん、いろいろな花があります。バラの花から菊の花、各種いろいろな花が取り揃えてありました。バナナやパイナップル、スイカなどを販売しています。バナナは1つ40バーツ。この国は卵焼きも販売してます。鶏肉のお店、なんか中がグロテスクなまま。こちらは豚肉屋さん、マスク屋さん。タイの人は日本と同じようにどこ行くんでもマスクをする人が多いです。皆様いかがだったでしょうか。今回はタイの朝の市場をお届けいたしました。ハリーは世界中の面白いところいっぱい回ってます。ハリーと一緒に世界を迷ってみませんか。チャンネル登録お待ちしております。ハリーがお届けいたしました。